ンダのバトルはアクションだ。特権トーナメント。これまでになくリアルに描かれたポケモンたちが戦う1対1の対戦アクションバトル。思いのままに多彩な技を繰り出せる全く新しいポケモンバトルがアーケードゲームに登場。特権トーナメントに参戦するポケモンの一部を紹介。コースのバランスの取れたオールラウンダー、ルカリオ。接近戦なら敵なしのパワーファイター、怪力。遠くから華麗なアクションで敵を翻弄、サーナイト。強力な遠距離攻撃を持つ伝説のポケモン、スイクン。素早い動きと強力な電撃で相手を圧倒、ピカチュウ。個性豊かなポケモンと共にバトルを楽しもう。特権のバトルは2つのフェーズによって大きく変化する。それぞれのフェーズで攻防を重ね、ゲージが溜まったら共鳴バーストを発動。バースト中はポケモンがパワーアップ。圧倒的な力で勝利をつかめ。さらにいろいろな能力でバトルを助けてくれるサポートポケモンも参戦。自分の戦い方に合わせてサポートポケモンを選ぼう。特権では遊びやすい専用コントローラーを使うことで誰でも簡単にバトルを楽しめるようになっている。全国のお店とつながるオンライン対戦ではいつでも気軽に同じ腕前の相手との対戦が可能。チュートリアルモードやシングルモードで腕を磨いたり、同じお店の中で友達と対戦することもできる。またバナパスポートカードを使うと戦績の保存が可能なほか、さまざまな報酬を獲得できる。今度のバトルはアクションだ。簡単操作で思いのままに戦え。誰も見たことがない全く新しいポケモンバトル、アーケードゲームに登場。特権トーナメント。バンダイナムコ。